そういうことで、some concentration is already evident。 いくつかの集中はすでに明らかになっている。以下のことが明らかになっている。どういうふうに明らかになっているかというと、witness the roles played by Google and Microsoft, both as developers of models and as owners of capacious clouds in which those and other models can run。 あのね、いくつかの集中ではすでに明らかになっている。それはね、どういうことかと、witness とか、あの証言するからよく見ろって意味ですね。witness。あの、ここでは目の当たりするというか、証言するからよく見ろ。よく見ろって言ってるのは、Google と Microsoft によって、行われている役割を見ろ。で、どういうことかっていうと、モデルの開発者、Developers of Model と、それから、彼ら、それからその他のモデル、彼らとその他のモデルが、can run 運営している、キャパシアスとね、あの、とんでもない大きなクラウドとコンピューターだから仮想空間ね、コンピュータークラウド、クラウドとクラウド、日本語でもクラウド、とんでもない大きい巨大なクラウドのオーナー、所有者だ、所有者ってのはそれかもグーグル、マイクロソフトとかアマゾンとかオーナーねのような、もしくはモデルの開発者のようなGoogle、Microsoft によって運営されている役割を見よう、ウィットネス。そういうことだね。で、どういうことかというと、その次にその理由が書いてあって、No one can build a foundation model in a garage。誰も、ガレージ、だからでも倉庫ね、倉庫の中で、ファウンデーションモデル、基盤モデルを作ることはできない。巨大だからね。で、Graphcore wants to sell good computers for more than 100 million US dollars。Graphcore っていうのは会社名。Graphcore は、good computer を、1億ドル以上で売りたがっている。で、good computer ってのはね、これもね、あの、名前ですね、コンピューターの。good computer って名前があるんです。固有名詞。グラフコは自分で作っているグッドコンピューターを、1億ドル以上で売ろうと思っていると、ね。それで、Some part self-servingly, NVIDIA executives are already talking about models that will cost $1 billion US dollars to train. で、Some part、まあ何らかのね、Some part、何らかのセルフサービングリーっていうのは、利己的な私腹を肥やすような虫のいい軽蔑的、まあ何らかの、まあ利己的な思惑が あるのだろうけれどもみたいな意味ですね。ここでは NVIDIA っていうのはこれ大きな会社ですね。 IT の、 あの NVIDIA のエグゼクティブトップはすでにトゥトレイン、あのモデルを教える、学習させる、だからあの深層学習の場合はトレインというと学習という訳するんですけど、学習するのに、10億ドルの費用がかかる、あのモデルについて話している。学習するのに10億ドルのコスト、これね、ソメ言ってる意味分かる？これあれ、今日まだ彼入ってないのかな。神木さんまだですね。まだ入ってない。珍しいな。はい。なんか遅いですね。うん。教育するのに実はね、10億ドルかかるんだ。これ売る値段じゃないよ。学習する。例えばさ、なぜかっていうとさ、この NVIDIA のモデル、どれぐらいのモデル持ってるか分かんないけど、あの、例えば、ここで、下の方でメタでは、300億パラメータって書いてある。300億とか1兆のパラメーターをコンピューターを学習するために回すのね。コンピューター処理して、あのデータをパラメーターをセットして一回学習させるの。学習、これが猫だ、これが犬だっていうのを学習させるのに、俺知らない、10億ドルかかるんだ。だからそんなにできないんだよね。だから結局ああいう
ああいう例えばファウンデーションモデルっていうのはさ、あのなんていうか、こう金かかるってことは電力費用もかかって、だから10万都市ぐらいのその電力を供給するような、あのどでかいそのでコンピューターの電力センターを持ってないと学習できない。だから Will cost $1 billion to train。 これ知らなかったね僕ね。いや簡単にさ学習できるんだと思ったんだ俺、深層学習って。できない。だから毎年毎年こうバージョンアップしてくるから、あの性能が一桁アップしてきた都度学習してるんだけど、とんでもない金を払ってんだよね。でそうすることによってファウンデーションモデルをいろんなことができるような機能が追加されるわけだよね。だから元となるとんでもない膨大な データが偏ってしまうと、あの例えばあのインターネットの場合10代アメリカの場合10代とか20代の全般の人がやたら多いんで、そういうデータを集めたやつをね、あの1000万件のデータを集めて、あの1兆のパラメーターで分回しちゃうと、なんか若い人たちのデータでもって分回しちゃうと結論が偏っちゃうんだよね。でそれを偏った出てきた結論をもう一回その、入力し直して、あの結論をこれバイアスがかかってるよっていうことで、それを調整するパラメーターをもう一回放り込んで回すってことをやってるんだよね。それはここでの今日のメッセージ。それから Some companies continue to make their models open source and thus freely available。 あのいくつかの会社はね、彼らのモデルをねオープンソース、あの自分 の、 あのコーディングとか中身全部あの開放して、そしてあのフリーリーアベラブ、自由に使えるようにしてる、引き続けてる、コンティニューと。で BERT is one such as is 30 billion parameter version of a model from Meta。 Meta って Facebook ね。で BERT っていうのはこれコンピューターの名前で、このモデルの名前で、 BERT はあのそのような一つであって、メタがからのモデルの、300億パラメーターバージョンである as is 30 billion パラメーターバージョンメタ Facebook BERT はね、 BERT は Facebook が作ったファウンデーションモデルで、多分ね BERT なんかで開発してるのは、まあ、1万人か2万人か分かんないけど、プログラマーがそれを開発してるんだよね。でしかもこれ一回分回すのにここに書いてるような10億ドルかかるみたいなことをやってるわけですよ。だからメタが今回投資しようって、そういうことなんだね。だからメタバースとか NFT とかって新しいあのバーチャルリアリティとかいっぱいあるけれども、そういうふうな背景にはこういうふうなとんでもない、あ例えばさ今アバターってあるんだけど、会議するときアバターが4人5人で、ソメイなんかよく知ってると思うけど、アバターってさ本当に全然自分の顔と違うアバターしかできないんだけど、今こうやってさものすごい金投資してるから、もう現在の技術では自分の顔写真がアバターになる技術が開発されてるんで、それを織り込むってことを今例えばメタなんかやってるんだよね。だから僕の写真を例えば登録すれば、僕あのアバターが自分の顔でもって動くような、笑ったり叫んだりできるようなあのことができる、もうできるようにできる、もうできるんだけれども、それをあのファウンデーションモデルに織り込もうとしてるのね今ね。